日神姉子神社。日神姉子神社は、愛知県名古屋市緑区大校町下上の山にある神社。式内社で、旧社格は合社。現在は、厚田神宮の境外接者。氷上山、か、上の山と称される、丘陵上に鎮座し、厚田神宮の創始以前に、草薙県三種の神器の一つが放載された地と言われる。地元では、 ご表情さんと呼ばれ信仰されている。祭人は次の一柱。社名の、日がみ子に関しては、終わり国厚田太志神宮延期、厚田宮延期において山と竹が宮津姫を思って、読んだとする、次の歌が知られる。このように、厚田宮延期の時点、鎌倉時代初期頃では、日がみやは、宮津姫と同一人物とされており、現在においても、 日神姉子神社では祭神を宮津姫とし、当地の表情さんが宮津姫の館跡であるとしている。しかし、新州名古屋市では、この歌は本来8世紀頃に、尾張南部に伝わっていた民謡であるとし、山と竹る伝説とは無関係であったと指摘している。この日神姉子の原理は必ずしもつまびらかでないが、新州名古屋市では、 表情の女性神官を指したことした上で、これが神格化されて祭神に転化し、さらに、尾張氏の手の下で、宮津姫と集合して、山和武の伝説に組み込まれたと推測している。なお、縁起式神明帳では、社名が、家城姉子神社と見えており、社伝では、元当地の地名は、日高家城、穂高光であったが、火災を因で、現在の、大高表情に改めたとする。 しかし、上代特殊かな遣いにおいて、火は、おつるいに属するのに対して、氷は、氷、類、火かいよいよ、姉いにしえの、火も氷類に属することから、実際には、元から、氷で、平安時代以降に、氷と、火の木が混ざったと見られている。特にこの、表情を、本来、日上であるとみて、ひ神姉子神社の原始祭祀を日人信仰とする、説もある。 祭人の別説としては、日本穂高の姉の領土を入り姫鳴命の地に否定する説がある。また、文明十四年、1482年の文書によれば、神仏集合期に本事仏は、聖観論とされていた。厚田神宮の演起である、尾張国厚田太子神宮演起、鎌倉時代初期頃の成立の伝承によれば、日本穂高は統制の途中で、 終わり国愛知軍ひかみゆにあるがて投資の館に、より、県投志向の妹の宮やす姫、みやの小びめを知って、ちぎりを結んだ。県投志向は、日本穂高の統制に従い、日本穂高とは別の道を行ったが、きとで亡くなったため、それを知った日本穂高は、宮や姫のもとへ急い向かい、そこにしばらく泊まった。その後、日本穂高は真剣を宮や姫のもとにおいて、 大和へと出発したが、いぶき山で病にかかり、ついに、伊勢国のぼので亡くなった。宮津姫はその後も、神権を守っていたが、年老いたため祠らに祀ることとし、示しめじして、社地を定め厚田社と名付けたという、厚田神宮の創始。また、宮津姫が亡くなった時には、祠らが建てられたが、これが、尾張国愛知チャ軍ひかみゆうにある、ひがみ子天神であるという。 日神姉子神社の社殿ではより具体的に、中愛天皇四年に宮洲姫の館後、現在の元宮の地に、宮洲の子姫命の神霊を祀ったのが、日神姉子神社の創始になるとし、その後、地都天皇四年、六百九十年に、東方の原社地に遷座したとする。以上の伝承に対して、前述、最人説のように、 宮津姫と、日神姉子との集合の経緯には、慎重な見方がなされており、一説に、実際の集合は8世紀以降とされる。また、考古学的には、古代に、日神姉子神社の北方には、あゆち型の入り江が広がったことが知られるが、この入り江を囲む厚田大地、笠寺大地、南の大地にそれぞれ厚田社、千和川佐社、郡安根社といった厚田神宮関係者が分布する。 特徴がある。古墳の分布によればこれら各地に在地主長の勢力があり、それらは立地的に海と関係する集団、海人族化であったとみられる。しかし、笠寺大地、南大地の勢力は衰退して、厚田大地の勢力、尾張市の下に入ることから、それを機に主張の統治権、再試験が吸収されたとし、その時に千葉が朝サ 表情は猫社も厚田社の浸透を含み込まれたとする説がある。この説の中で、日神姉子神社周辺に関しては、四世紀末に、築造されたカブト山古墳、東海市縄町、直径四十から五十メートルの円墳、非原村の後の市長墓が見られないため、五世紀初め頃に、尾張市の勢力下に入ったと推測される。延長五年、九百二十七年成立の、 演起式神明帳では、尾張国愛知軍に、家城姉子神社と記載され、式内者に列している。家城の読みは、ヒ神のほか、この神とも振られる。また、尾張国内神明帳では、ヒ神姉子天神と記載されている。なお、和名書に記載される地名のうちでは、ヒ神姉子神社一帯は、愛知軍、鳴ル郷号に否定される。百連章によれば、漢字七年。 1093年に、尾張国の過剰者の布石が起きたったことに関して、朝廷で、規定のことがあった。また伝承では、平治2年、1160年に、源義朝が、下軍に赴く途中で、刀一口を当社に献上したという。社殿の造営に関して、資料では古く、干渉2年、1461年の造営のことが、見える。 文明十四年、1482年の文書によると、神仏集合時代には境内に、神宮寺、阿弥陀堂などの仏教施設が建てられていた。その他、英正六年、1509年、天文十二年、1543年に修理のあったことが知られる。江戸時代に入り、上京三年、1686年には、江戸幕府による、 厚田神宮造営に合わせて当社にも修理のことがあった。終わり名所図へでは当時の社殿の様子が描かれている。また、幹部模絵描きでは、この頃の車両に、表情大明神の車内地として四丁二端旧政府の記載がある。明治維新後、明治五年、八百七十二年には近代車格制度において合車に列したが、明治十三年、八百八十年に、 厚田神宮拙者に服した。社殿は明治21年1888年に火災で消失したため、明治26年1893年に厚田神宮別宮の八剱宮社殿は一区、転用された。その後、昭和61年1986年に本殿の修理及び渡戸の閉殿、廃殿、社務所の再建があって、現在に至っている。 日がみ子神社の神職について、厚田宮延期では、海封氏とし、これを、終わり主導族とする。一方で、ケーによれば、日本穂高従者の来木長が、神主となり、以後は、久米氏、久米氏が担ったが、旧生孫の時に、海封氏から養子が入って、開封ただし、海封氏に、改成、後、長政の代、鎌倉時代後期頃で、久米氏に復生したとする。 昭和年1292年4月19日のシャム定書社では、上記の長政以下、シャム、喧嘩、別当、一郎家、千祭り屋、公文家、友しかといった職称が記載されている。現在の本殿は、明治26年1893年に、厚田神宮別宮の八剣宮社殿を移築したもので、昭和61年、 1986年に修理が加えられている。渡戸の平殿、廃殿、社務所は昭和61年の再建。境内周辺には、厚田神宮の最多、大高最多のほか、靴脱ぎ島跡、根染の里といった神席がある。また、北方の県道59号線近くにはかつて一の鳥居、浜鳥居があったが、現在は取り払われている。 現在は、抹茶として、次の4社がある。かつて近世頃には、他に、八鶴銀宮、浜社、浜宮など十数社があったという、境内抹社境外抹茶、所在地、交通アクセス、周辺、駐車区原点、出店原点、文献。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。